5日目です。おはようございます。おはようございます。何ですか、長沼はどうでした？最高ですね。最高ですね。いやーでもね、最高という流れで今日は萩原ファームさん、はい、行ってきます。はい、4インチクラブっていうね、北海道の農業団体の今会長をやっている方ですね。はい、そちらの今牧草収穫をしているということなので、そちらに行って牧草収穫の様子撮影して、はい、奥さんデモ会のサインをねしてもらおうかなと思ってます。さあ行きましょう。はい、行きましょう。はい、初めて、めっちゃ初めてです。おはようございます。いやー久しぶり。お、そうですよね。初めまして。初めまして。よろしくお願いします。アグリネットワークの会長をやらさせてもらってます。初めまして、池田です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。うわー、すごい、カメラもう爆発しますよね。汗で、もう汗で爆発しちゃった。いやー、汗からいい汗かいてますね。久しぶりですね、本当に。いつぶりですか、二人は。あの1月に呼んでくれて、アグリネットの北海道大会か。そうですね、北海道全道大会に、企業協賛側、そうそう、あとプラスうちらがやっている役員企画の方に、そこで一緒に話して、まあ、今後一緒になんかやっていこうっていうので、本当あれが初対面ですよね。そう、初対面で本当に。で、今日2回目なんですよね。本当2回目です。2回目そう、2回目2回目2回目の感じではないですけどね。YouTube、うん、俺も今までそんな YouTube とか、うん、全然ヒカキンぐらいしか分かってなかったの。あ、大輝さんたちのおかげで、うん、YouTuber っていうのはすごいんだなっていうのをまず思ったし。おはようございます。おはようございます。お邪魔します。ご苦労様です。ヒカキンより全然。いや大金ですよね。です大金大金大金ですよね。大空気清浄機の方になっちゃう。面白い。で、今日はどんな仕事が あ、そうですね、今日たまたま本当にタイミング、うん、よくぞ来てくれたなと、うん、この天気やばいっすよね。この晴れ男、こんだけ雨続いてる中よくぞこの、いやですよね、雨すごかったですもんね。ありがたくて、でうちらの地域もまだまだそんなに進んでるわけではないんですけど、休耕田を田んぼに戻しなさいっていう国の制度はあるんですけど、でなかなかやっぱみんな難しいんですよね。じゃあそういったところも含めて実際に今やってみて、でそれを米としてじゃなくて牛に食わせるための、まあ簡単に言ったら牧草みたいな草として食わす、それを WCS オールクロップサイレージって言うんですけど、それを今年からちょっとやってくれないかっていう農家さんが一軒いて、たまたま昨日刈り倒して、たまたま今日巻くっていう、たまたま、すごい。今後特化していくであろう多分事業になってると思う。田んぼで、すごい。そうですね。はあ。今までも田んぼに実際に牧草、普通のチモシーですけど、うん、そういうのを植えてる人たちもうちらもそうですけどいたんですけど、それをやるとなかなか国が交付金の方をいただけないっていう今年から決まりまして、今まで3万5千円もらってたのが今年から1万ですよと、うん、そういったことで、まあで牧草を作れれば理想なんですけど、うん、実際にそれは難しい、今後の経営とか、うん、生活していく上ではなかなか難しいものがあるんじゃないかっていうことで、うん、そっちの方面に。へえ、牧草とはまた種類が違うってこと？そうなんですよね。一応イネ科のものにはなるんですけど、へえ、見た目はもう単純にもう米です。あ、へえ。見た目は俺も今年1年目で全く分かる、とりあえずやってみようみたいな。配合飼料になる、そのままうちは、うん、このロールベーラーのカッティング機能を使って、うん、細かくした草を自分家で使ってる牧草に、うん、チモシーの方に混ぜて一緒にやってみようと。ああ、そういうこと。多分普通に考えれば牧草の方が美味しいから絶対食わないってみんな言うんですよね、うん、おー。で実際にやってる人たちもなかなか難しいと、食わすのは。で栄養価とかは全然問題はないんですけど、タンパク質とかはまずすごっ、まあ、やってみてっていう。そうですね、本当にもうまずやってみようっていうことですね。へー、すげー、貴重だね。だからもうマジ狙ったかのようによくぞ来てくれた。そういう星の元に生まれてるから大輝さん。いやでもありがたいね、うん、そんなところ撮影できるっていうのはね。じゃあぜひとも今回、はい、ちょっとまだまだするんですけど、いやこちらこそよろしくお願いします。邪魔にならない程度によろしくお願いします。わー、結構雨であれなんですか。いやそうなんです、ね、水が溜まってたりするんですか。これ田んぼほんとに
米なんですよね。ほんとだ、米すげえ。米ほんとだ、ふっくらしてる。もうでこれを一応牛に食わせるっていう感じなんですけど、でも実際にこの中身にが全然米になってない状態なんですよね。ああ、はいはいはい。え、これ刈り取りは、刈り取り昨日やりました。どういう、あの牧草刈るやつ。そうですね、牧草刈るやつで、牧草刈るやつで刈って、うん、1日放置して。おお、これが放置してる状態。そうですね。ああ、で、かき集めて、かき集めてこれを最後アンロールベーラーで巻いていくっていう感じになるんですけど、内地の方はもうこれが当たり前にやってるんですよね。へえ、こちら米と転換して、あの WCS、 その後にそばを巻いたりとか、 あっちはもう二毛作が当たり前なんで。そっか、そっか、はあ、はあ、そういうのでうまく、あの電波と林間、畑と田んぼと回しながら、ぐるぐる回しながらっていう輪作体系を持ってやってるんですけど、北海道はほんとここ近年。それは米の収量を減らすっていう政策もあって。そうですね、今米は結局備蓄が余ってる。うん、でも畑もそうなんですけど、畑の方に今そうやって米を減らすために畑にしなさい、あ、これ休耕ですよね、うん、田んぼを休んで畑にしなさいって言ってお金をもらってたの、それも減額になるんですよね。はぁ、で、むちゃくちゃなんですけど、じゃあ本当だ、水張んなさい、5年以内に水張りなさいっていうのを、国がそういう風に話をしちゃったんで、じゃあどうするどうするってなった時の、多分北海道の一番分かりやすい逃げ道がこの WCS。 はぁ、これをもし買って刈り取りしてしまえば、例年で行けば9月の中下旬ぐらいに、あの秋巻き込みが始まるんで、それに間に合わせることができる。へえ、普通の田んぼからやってしまうとなかなか水はけがうまく取れなくて、確かにすぐそんな麦巻きますとかっていうのがなかなか難しくなるんで、天候に左右されて、だこれになるとまたそういう天畑林間がまたうまくできるねっていう。へえ、で、あの外貨稼いできてくれて、収納して、俺去年で10年になりますけど、ずっと一人です、で、うちの母さんと、まあ今嫁さんがいるからあれですけど、母さんと二人でなんかいろいろ畑だったり、だから父さんっていうのは逆に羨ましかったんですね。父さんがいる、だからみんなやっぱりいませんか、どこの行ってもなんか喧嘩ある、あの、ね、親父と喧嘩するとか馬が合わないとか、だから逆に羨ましかったんですね。で、先月からあの麦からのロール巻き、はいはい、自分もうかなり商売にしてるんですけど、それもびっちり手伝ってくれて、すごいありがたかったんですけど、あ、親父と喧嘩するってこういうことなんだなっていう、まあお互い怒鳴り合い、なんか自分的にはなんかすごい楽しかったなっていう。麦は田んぼじゃなくて畑に、いや、うちも田んぼに、うちで全部で総面積で40畳ぐらいあるんですけど、25畳ぐらい田んぼ でその田んぼが全部畑なんですよね。うち田んぼを畑に変えるっていうのは田んぼじゃなくなるっていうわけではない。あ、そうなんですよね、あの、うん、一応田んぼでは田んぼは田んぼなんですよね、あの地目的には田んぼ、だからいつかは田んぼに戻してくださいねっていう。そっか、予定した時は雨予報だったんだ。そうなんですよ、だから昨日までしか持たないっていう話で、で、淳、そういうこと、小木淳が、いや来るんです、で、次の日、ゆうたくんなんでしょっていう話で、俺、雨なんだよねってでもどうしようかなって思うので、うちは多分、芋掘れそうだから、なんとかブリックリでも掘りますよ。ああ、俺、何もないしなどうしようっていう話をしててのこれなんだよ。すごい、何なんだろうね。持ってる、持ってますよ。いや流れ星も昨日見たし、怖いね、流れ星昨日見た。ファンタジーっすね、もういよいよやっぱもうヒカキンじゃないっすね、ダイキンっすね、やっぱダイキンっすね、空気清浄機のほうになっちゃうアニメとかにできそうだよね。いや、ほんとっすよね、いろいろチャレンジですね。いや、もうなんでもですね。だから、こうやってダイキさんが去年からこうやってやってくれてますけど、うちらはやっぱりあくまで農業なんで、農業を盛り上げるためには絶対ダイキさんたち必要なんで、そういったところがうまく活用、いや、お互いがっていうことですよね。ほんとに、でね、今北山レボっていうの立ち上げたんで、ぜひ入ってほしいなと思って、ぜひ喜んで、いいですか、ありがとうございますよろしくお願いいたします、ありがとうございます。そしたらいただきます、せっかくなんで、ど真ん中
のこの時は本物でしょ。あ、目覚めてしまいそうだ。あと少しはここにいたいけ。終了です。そもそもそうです。はぁ、あ